論外クラスのキャンパー、もう論外だよね、こういうやつ。本当に汚いと気持ち悪いとか、論外キラーなんだよな、こいつ。何してんの、こいつ、マジで。それでは足りねえっつうのよ。ダメだな。本当に気持ち悪いキラーだよな、マジで。本当にこういうあのキャンパーってマジで論外だよな。でも気持ち悪いからね。触られてもだ。何でね。しなくていい。助けに行こうと思うな。キャンパーじゃねえかよ、これ。
どこだ？ああ、そういうことか。ベイト頑張ってくれ。何してんだよ、こいつよ！てめえよ！戦ってるケイトのためにやるんだよ！仕切ってんじゃねえ！なんでお前が仕切ってんだよ。デッドバイのエースになるんだよ。なんでおめえが仕切ってんだよ。ヒエロじゃんデッドバイのエースでーす。勝負を決めるのはヒエロじゃん。4代目、そして5代目、勝負センスの塊、それがヒエロじゃん。逃げろ。戦って。それがデイビッドの願いだから、もう。もう。デイビッド願ってるのは、大丈夫でしょ。ただ、それは君のただの意地だけど、勝手に来たけだ、それにしろ。戦える。
遠いかも、遠いかも、デイビッドに遠いかも。ダメか。まあ、好きドラマだったよね。燃えた。爆室キャンパーにヒロちゃんが燃えた。うん、熱。これがヒロじゃん。でもマエストロ。もうヒロちゃんが真剣に、防御する。こういうゲームだ。よかったです。